今より2018年さよなら原発 in 飛鳥山を開催してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。本日の進行を務めさせていただきます、私憲法を生かす北区市民の会の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに、被爆から子どもたちの命を守る福島集団疎開裁判の弁護を担当していらっしゃる柳原俊夫さんの方からご発言をいただきたいと思います。柳原さん、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。今日初めてここに来まして発言をさせていただきます、柳原と申します。最初の発言で光栄です。今日私は子どもたちに残すもう一つの救済は可能だというテーマでチェルノブイリ法日本版についてお話をさせていただきます。福島原発事故により放射能汚染地域に住む子どもたちの命と健康は脅かされ続けており、7年経過した今もこの問題は全く解決していません。私たちはこの問題を解決するために7年前の2011年6月福島県郡山市の小中学生14名が原告となり福島集団疎開裁判を起こしました。現在その第2次裁判が進行中です。しかし私たちは今子どもたちに残すもう一つの救済に取り組んでいます。それが市民で主導して制定する人権の法律チェルノブイリ法日本版です。ではなぜ今チェルノブイリ法日本版が必要なのか。それは他でもなく 3.11 以後の日本政府自身が取ってきた振る舞いがこの法律の制定を要請したのです。もともと憲法26条は子どもに安全な環境で教育を受ける権利を保障しています。国はこの義務を果たす責任があります。しかし福島原発事故で国はこの義務を果たさず放射能汚染地域に住む子どもたちを集団避難させませんでした。そればかりか民間の一団体に過ぎない ICRP 国際放射線防護委員会の勧告を理由にして文科省は福島県の学校だけその安全基準を20倍に引き上げ子どもたちを汚染地域に閉じ込めました。これは客観的には人々を危険な状態に陥れる国際法上の人権に関する罪に該当する戦後の日本の歴史上最悪の人権侵害です。その結果通常なら子どもの甲状腺がんは100万人に1人かかると言われていますが、これに対して福島県では昨年の末現在で30万人中197名ががんと診断され、のみならずこの検査の二次検査で経過観察になった2881名、彼らは甲状腺がんの疑いが非常に高いと言われている人たちです。この2881名のうちその後がんになった判明した数を明らかにしなさいと私どもが裁判で被告福島県に求めているのに対して、福島県は俺は知らないと一点張りでこれを公開しません。のみならず福島県では甲状腺がん以外にも心臓や血管の病気の発症や、あるいは免疫力の低下、慢性疲労性症候群、めまい、記憶喪失、集中力の低下といったイエローカードの危険信号が深刻な問題となっています。ところが国はこの小児甲状腺がんは放射能によるものとは考えにくいという理由で積極的な救済策を取りません。他の病気でも同様です。チェルノブイリとは大違いです。科学や
医学が放射能による健康被害を解明する水準に達していない現在、放射能による影響の可能性を否定できない以上、特に放射能の影響を受けやすい子どもたちに対しては万全の措置を取るのが本来の人の道です。それが実現したのが1991年旧ソ連で制定された放射能災害に対する世界で最初の人権宣言をしたチェルノブイリ法です。だから今日本でもこのチェルノブイリ法日本版の制定が必要なのです。でも今のこのご時世で人権の法律を制定するなんて不可能じゃないかと、そういうふうに諦めるとしたらちょっと待ってください。このご時世でも市民の手で人権の法律を制定した夢を実現した人たちがいます。昨年核兵器禁止条約を実現したアイキャンです。そのアイキャンがモデルにした20年前対人地雷禁止条約を実現した地雷禁止国際キャンペーンです。実は国内にもこのモデルがあります。1999年民主主義のインフラと呼ばれる情報公開法、これを市民が主導して日本各地の条例制定の積み重ねの中から制定したと言われています。これを推進した市民団体が情報公開法を求める市民運動です。私たちのチェルノブイリ法も日本版もこのやり方をモデルにすれば決して不可能ではありません。私たちは先頃アイキャンや情報公開を求める市民運動をモデルにしてチェルノブイリ法日本版を求める市民運動を立ち上げました。それが市民が育てるチェルノブイリ法日本版の会です。これです。この結成集会が来週の18、19と港区の明治学院大学参議院議員会で開きます。放射能災害から子どもたちと住民の命、健康、暮らしを守るというこの夢を何としてでも実現したいと思います。これを同じく思う方たちはぜひこの結成集会にご参加ください。アイキャンに負けずに私たちの夢を市民立法で実現するため共に歩み出しましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。チェルノブイリ法日本版の一日も早い制定に会場から大きな拍手を持って連帯の、してきましょう。